マザーシップの中？私たちの知ってるのと全然違う。今内部の状況をスキャンしていますが、かなり構造が変化しているようです。人の住処を許可もなく改造とは、本当に好き勝手してくれるよ。構造にこそ変化がありますが、強大な反応の場所についてはつかめています。それって中枢部だよね。その通り。悠然と構えて叱るべしと言わんばかりに、慌てた様子も動く気配もない。しかし結界下においてなお芝の力は増大傾向にある。いや、君たちを迎え撃つために力を貯めているのかもしれない。なるべく急いで中枢へ向かってくれ。ただ道中にはポトラーの手勢が多数配置されているようです。に抜かりないですね。君たちとは別に突入成功したアークスたちも援護に向かっている。梅雨払いは彼らに任せて、君たちは中枢を目指すんだ。二人とも頼んだよ。
めだ、とどめだ、これなら、これなら、これなら、You missed! Cool! 今だ、今だ、とどめだ。目指すべきだ。だが二人とも忘れてはならない。こたびの目的は仲間との合流ではない。芝の撃破だ。他のアークスも六号ももちろん私も君たちを中枢へとたどり着かせる。そのためだけにこの場に。未来はこの戦いで決まるのだ。どうか目的を見誤ることないよう。だが君が正しいと思うこと、それが今までの未来を切り開いてきた。それもまた事実。時にシャオの演算すらも超えた結果を見つけ出し、多くを救った。だからあえてこう言う。思うがままに動くといい。その判断、その行動を支えるため、私の刃、君たちへと預ける。
とどめだ。今だ。そうであろう。だが、敵の増援、あんなに。だがそれはこの先こそが中枢であると示すも道義。君、まとい、君たちはこのまま先へと進め。この場の露払いこそ私の責務だ。そう、それでいい。我らの目的、アークスの目的、決して忘れてはならん。この先、中枢に座する芝の出来は、それが唯一絶対の目的。そしてそこまで君たちを送り届ける。それがアークスの目的だ。我々が命を落としてなすべき目的だ。故に進め、未来を担うガーディアンよ。この場には公平が鎖を打つ。
さて、フォトナーの生み出した悪意の具現よ、程度の違いはあれど、我らは同じ過去の遺物、未来を歩む者たちの邪魔はさせん。否、異物ですらないな。貴様たちはただの悪意の塊、世界の異物よ。故にここで全てを斬滅する。こここそが我らの主地なれば、始めよう、作りよう。死に急ぐ必要もないでしょう。結界が効いてない？いいえ、結界は効いていますよ。私の力も確かに減じられています。ミトラで危惧も最も異世界越しの全宇宙結界、なかなかの技術です。これならばジッパ人からげの増強には効果があるでしょうね。10の力のうち5を封じられたのですから。だがしかし、1000の力のうち5を封じられたとして、どれほどの影響があるとお思いです？それよりもあなたたちが見捨ててきた皆さんがどのようになっているか興味はありませんか？完全に囲まれた形です。
ねえだな。まそんだけ引きつけられてるって考えりゃ悪くないんだろうな。いつぞや思い出します。あの時は皆さんを逃がすために私たちが残ったんでしたね。今はあいつらを邪魔させないために引きつけてるってわけだな。いやキリがね。悪いなカスラさんよ。俺と一緒だと毎度毎度こういう貧乏くじ引くみたいだね。お気になさらず。ただあの時のように自分一人で引き受けようとだけはしないでください。そんなことがあったら今度こそあなたの奥さんに殺されてしまう。違いない。来るぞ。姉さんが無理遣いしすぎなんだね。それに姉さん自身も相当無理してるだろ。そっくりそのまま言葉を返してやるよ。燃えろ。息が上がってるじゃないか。それこそお互い様だぜ姉さん。だがまだ根を上げるわけにはいかない。あいつらがまだシバを倒してない。それまで無尽蔵に寄ってくるこいつらを倒し続けるのが私たちの役目さ。たとえ武装が砕けようが、たとえ好みが砕けようが、この先には行かせん。すまないな、作りよ。私が未熟なばかりにお前を扱いきれずかような状態にしてしまった。だがここまで来たら一蓮托生。お前と同じく我が身が砕けるまでどうか付き合ってほしい。この戦いこそアークスの未来へのしるべとなる。もとより40年前に捨てた命、その礎と散れるのであれば本望。ご覧の通りですよ皆さん。あなたたちの勝利を信じて無意味な戦いを続けている。ありもしない勝利を信じてその身を捧げようとしている。本当に滑稽ですね。そしてあなたたちもまた力の差を思い知りながらも勝利を諦めようとしない。ありもしないものを求め続けるその欲望こそが全ての元凶だと今までの歴史で知ったはずというのに。やはり人は愚かしい。では始めましょうか。ミトラやバルナの分まで私があなたたちを蹂躙して差し上げます。絶望に身をよじり怨嗟の声を上げながら暗い闇に沈み込むように。
死んでいってくださいね。しがみつくものです。今だ。とどめだ。これなら。とどめだ。死になさい。慈悲はありません。なかなかにしぶといですね。その使命感、称賛に値しますよ。思えばあなたたちは最初からそうでした。常に私の予想を上回り、しぶとく諦めずに立ち向かってくる。あなたという世界の器、このまま壊して終わるのももったいないと思えてきました。どういう意味？お二人ともアークスと袂を分かち、私と共に歩みませんか？これまでの牢敵も許しましょう。これよりの命も保証いたします。ミトラとバルナを失い、手に困っていたところなのです。悪い話ではないと思いますが。ふざけないで！ふざけてなどいませんよ。妥当なタイミングでの提案です。あなたたちを仲間にすれば便利と考え、力の差を示した後に交渉。段取りとして間違っていません。問いましょう。アークスは守るべきものなのですか？オラクルは守るべきものですか？かつてあなたたちが闇へ転じようとしたとき、そちらの管理者はあなたたちを切り捨てようと演算したはずです。結果としてはあなたたちご自身の奮闘により事なきを得た。それはあなたたちの功績。アークスは何もしていません。あなたたちを見守るだけ、見捨てるだけ。そしていずれ彼らはあなたたちを排斥するようになるでしょう。そのあまりの力を恐れるあまり。そんなことないとおっしゃるのでしょう。それも分かっています。しかし歴史が証明しているのです。その生き証人がここにいるのですから。人はただただ醜い。それが答えですよ。人を超えた力を持つ私たちが人の断りに縛られ生きる必要はない。そうは思いませんか、ガーディアン。あなたたちが守護するべきは世界であってアークスではないのでは？あなたたちはお互いを守りたいだけなのではありませんか？違うとは何が？アークスがいたから今がある。
だから未来がある。その遥かな未来に運て己が排斥されるのだとしても、それが未来を砕く理由にはなり得ない。どこまでもお人よし。私の失敗からそのように設計されたのでしょうか。アークスは幸せ者ですね。本当に私は追の女神シヴァ、深淵なる闇と共にありし者、ここで歴史を終焉させる者。世界は滅ばねばならない。フォトンは消えねばならない。世界の器、アークスも、あなたも、今この時がついえる時なのです。ここまでか。だが十分に時間は稼げたはずだ。私の戦いは無駄ではない。未来への礎となるのであれば何も恐れることはない。だがあるなよ。叶うならばお前の姿を今一度見ておきたかったと心より思う。これは世の果て。はあ、ひっどいな、ギー君。私のことわからないのかな。そんなわけないだろう。あるまよ。遅くなっちゃってごめんね、レギアス君。でももうあなたを一人にはさせない。私も一緒にいるから。一人だと重すぎた約束も二人ならきっと叶えられる。一緒に歩んでいこう。そうだな、共にアークスを守ろう。ついえよ、アルマ。ここに私たちが断りを作る。みんながピーチと聞いて、いても立ってもいられずにやってきたんだ。
一斉作戦に呼ばないとか水臭い話よ。まったく、まそれすらシャオたちの狙いだったみたいだけど。才能せい見事なものだ。おいおい、なんだこの楽しい状況は。ったくクソ生意気なガキどもが出しゃばってんじゃないよ。だが目は覚めた。そうだろヒューイ。当然水泳の演武ラビリ目覚めを派遣マリクラーン。やがる。やれやれ、助けに来るのならばもう少し早く来てほしいものですね。クーナさん、別にあなたを助けたわけではありません。これは作戦行動の一環です。まったく人遣いが荒いわよね。またまた隠し玉とか言われて無罪でもなかったくせに。うるさい。二人ともこんなところに来てまで喧嘩しないでくれよ。ゼノ、今治療するからね。組だったんじゃないのか。なるほど、敵に読まれないための作戦、そういうことなんですね。シャオ、ったくあの悪ガキが。こうなっちまったらいいとこ見せたくなっちまうだろうが。柄ではありませんが同意ですね。六棒の力ここに見せつけましょう。クーナさん、いけますね。侮らないでください。私も六号の一人です。示せ当人舞。響け会見ならき歌えリンフローレンベルク。それでこれからどうするの。私たちも奥に攻め入る。いや、ここで信じて戦い続ける。そうすれば向こうも楽になるだろうし、絶対に何とかしてくれるはずだ。大した信頼ね。そりゃな、なんてったって俺の自慢の相棒だからな。ここは俺たちに任せて頑張れよ相棒。竜将および灰の粒子による演算包囲完了しました。よし、お膳立てはこれで終わり。あとは頼むよスクラ姫。任せるのじゃ。
今のは灰の。かか、ようやく表情を変えたな、水の女神とやら。かな姫、あなたはハルコタンの猫。星に縛られた存在がどうしてここに。全くもってズルが得意と紹介はされたが、よもやわらわの灰を真似るとは思わなんだ。アルマが生み出し、シャオが複製した灰の円環がこの中域を包み込んでおる。しからば変異も容易よ。そなたはアークスの総攻撃に意識が向き、気づいていなかったようだの。どこまでも楽しませてくれますね。だがいかなる関係を巡らそうとも、絶大なる力の差は埋められない。手間が増えるだけの話ですよ。あなた程度の力では我が力封じるにあたわず。それも承知しておる。その上で何故わらわがここへやってきたと思うておる。僕が見出した最後の作戦だ。アークスの全ての力、今こそ君たちに託す。これは、この力は、なんと忌まわしき光景か。それこそ元のあの犯した過ちと同じであることに、なぜ気づかないのです。過ちではない、これは止めるための力だ。ならば止めてみせるといい。その誤った力の結末を知るといい。